ローマで彫刻作品を制作するスタウファーベルンカール・スタウファーベルンはスイス生まれで主にドイツで活躍した画家、版画家、彫刻家である。スイス、ベルン州のトルプ社編の牧師の息子に生まれた母親の兄にイギリスで教育者として働いた精神科医のルドルフ・シェーラーがいる。地元の学校での教育になじまず、ベルンに送られて教育されたが高校を中退し、 ミュンヘンに移り、短い間、装飾画家の弟子になった。ベルンに戻り、奨学金を得て、1876年から1880年の間、ミュンヘン美術院で美術を学んだ。ミュンヘン美術院では、ヨハン・レオン・ハルトラーブや、ビルヘルム・フォン・リッツ、ルート・ビヒ・フォン・レフツに学んだ。その後、ベルリンに移り、アントン・フォン・ベルナーのスタジオで、肖像画家としての訓練を受けた。 ベルリンでは、版画家として知られるようになった。1881年に、ベルリンの国際展覧会に、友人の彫刻家、マックス・クラインの肖像画を出展し、肖像画家として人気を得ることになった。1886年までベルリンで女性のための絵画教室の教授も務め、教えた、女性画家には、ケーテ・コルビッツ、ヘイトビヒバイス、クララ・ジーベルトラがいる。 肖像画家、版画家として高い評価を得ていた1886年に画家としての才能に疑いを持ち、ギリシャ彫刻に憧れ、彫刻家、ベゲナーの工房で彫刻作品の制作を始めた。スイスの鉄道会社の社主、アルフレート・エッシャー夫妻の支援を受け、1888年にエッシャー夫妻とローマに旅し、ローマで彫刻家、画家のマックス・クリンガーとも知り合い、 作品、アドラントの制作を行った。1890年に、ローマでエッシャー夫人と恋愛事件を起こし、シュタウファーは強姦などの容疑で5月に逮捕され、権威不十分で6月に釈放された。釈放後は、フィレンツェのアドルフ・フォン・ヒルデブラントのスタジオで彫刻制作を行うが、鬱状態になり、自殺を試みたり、修道院へ入る依頼などをした後、 1891年に薬物を摂取し自殺した。エッシャン夫人も1年後に自殺した。ありがとうございます。